私の体は細胞によって構成されていますところがその細胞の中に文字が記録されているその文字の故に私人間が生産することのできないこのぐらいこれほど頭のいい人間が作り出すことのできないものが作られる ているのですどれほど驚くべき話でしょうかこの人の中に人が作ることのできないものが生成されています。生産されています。驚くべき話ではないでしょうかこういうものを神秘的だと言います。不思議だと。 どうして不思議ですか神秘的ですか人間の力では不可能なことを神秘だと言います。なぜでしょうかそれは神のような存在でもって可能なことですから。だから神秘と言います。事実、皆さん、私人間を構成している体を 構成しているその細胞の中に文字が記録されているそれは驚くべき話です文字というのそれが遺伝子ですが遺伝子を私が作り出したものではありませんそうですね私が作遺伝子を作り出したならば私はもうめちゃくちゃでしょう そうですね。もうめちゃくちゃですね。何もならない。だから人間は人間より高いレベルから作られたものです。論理的にそうではないでしょうか。そうですね。皆さん、テレビを作ろうと思うならば、テレビを 作ることのできる何がまず必要ですかテレビを作る頭が必要です。頭なしにどうやって作ることができますか知能が必要です。知能が。簡単なものでも知能が必要です。ところが複雑になるほどその複雑 複雑な機械を作り出すことのできる知能はもっと高次元の知能が必要とされています。第一、その複雑な機械を作り出そうと思うならそれほど複雑な作り,作り出すことのできる知能が必要です。知能なしには作れません。また、知能で作っても何の役に立ちしません。 そのテレビを作動させる何が必要ですか電気が必要ですだから知能とエネルギーが同時に必要ですそれがまず用意されてこそ電気製品テレビのような電気製品が出ることができます製品が 出ようと思ったら作られる前にまず知能がその製品を作り出すことができる知能がなければなりませんまたそれを作動することのできるエネルギーがまずあってこそこの機械が作られるのですそうですね皆さん 電気製品でもそのように作られますがまず知能があってエネルギーがあるから電気製品が作られますが私人間は何と何があって初めて作ることができますか人間よりテレビコンピューターを作ることができる人間よりもより一層高い知能を持った 神秘的な知能を持った存在が必要であり、だから人間が作られたら人間の遺伝子を作動することのできる電気でない神秘的なエネルギーがまず,まず存在していなければならないません。その時、人間が作られるのです。 皆さんが私も学校で学んだ進化論はこのような論理的なレベルでは矛盾です。そうですね進化論はどういう話ですか知能も何でもエネルギーも存在しない状態からまずこれ以上話す必要がないでしょう。そうですね だから進化論を信じるということは私が人間であって進化論を信じるということはあまりにも大きな矛盾です遺伝子だけ勉強してみても人間より高い知能を持った存在が遺伝子を作ったのは自然と現れるのではないでしょうかそうですね だから T リンパ球で生成される生産される抗がん剤は私人間では到底今日も作り出すことができないのですさて皆さん遺伝子は分かってみると文字だ塩基配列という文字だ このののの文字というそのもものが驚くべきものですなぜでしょうかどんな文字でも文字というのは決して自然に偶然に形成されることはできません。文字というのは誰かが作るとき初めて存在します。 この地球上にいろんな民族、大きい民族もあります小さい民族もあります。小さいの民族を少数民族と呼びます。中国という大きい国は、私は少数民族はありません。しかし中国という 国は56の少数民族があります。その多くの少数民族で文字がある少数民族はいくつも並びませんが、その少数民族の中にどういう族もありますか朝鮮族もあります。私も昔、あっと言ったら朝鮮族になりそうな人でした。私は満州で生まれました。だから解放されてすぐに逃げてきて、 朝鮮族で亡くなりましたその時、とどまっていたら私は今、中国のパスポート、今、朝鮮族となって、今,今、ソウルのどこかで工場で働いているかもしれません。人のもう運命はどうなるか分かりません。その時、私の父がもう素早く逃げました。 素早く逃げる必要はありませんでした、韓国人は。すぐ逃げた理由は、私の父は日本の会社で働いたので、周囲の中国人はそのみんな日本人だと思ったので、残ったらもう叩かれて死,に死ぬかもしれない、それでも早く逃げました、それで今日、私は皆さんの前に。 立つようになったのですそういうのを考えたら人生というのは本当に不思議です。ある瞬間下したある決定が後で見ると本当にもう全く違う形を作ります。病気もある瞬間誤った決定が病気として私に来ているのです。さて 朝鮮族がが文字がありますなぜでしょうかなぜでしょうかつくたからあります。しかし多くの少数民族は文字がありません。言葉はありますが。なぜないでしょうかその民族は。その人たちは、清庄王がいませんでした。 韓国のハングルを作った王様です。この作った人、作る人がいなければなりません。セージョン王がその当時、ハングルを作ったのは危険な冒険でした。どうしてでしょうか、そういう何という意味ですかその名の国。 中国のその言葉をつかない恐ろしい話です。それは一人の国王が誰を皇帝を裏切ることです。もう首をかけて作ったかもしれません。もう大したことです。だ最近、もう、せいじゃん。 大王というのは本当に勇敢な人だと思いましただから、まあ、大王ョンを一生懸命見ています2週間ほど見れませんでした私の家内がダウンしておきましたのでそれを見たいと思いますダウンロードしておきましたので 恐ろしい話です誰かが作ったから存在しています。作らなければ、文字は決して存在することができません。皆さんの体を構成している記録されている塩基配列誰かが作りました。わかりますか作りました。作ったから存在しています。その塩基配列 配列を作った存在は私人間の知能よりも高い知能を持っています人間よりもっと優れた存在を合理的な話ですがあの創造主ということができます私は集中 ののの話話ををしてていいるるでではななく合理的的科学的に語っているのです誰かが必ず作りました。文字を作った存在を創造主と呼ぶことのできるもう一つの理由は文字というのは何を書くために意思です、思いです。だから創造主は何がある存在ですか思い、考えがある存在です。 このぐらいだったら拍手出ることじゃないでしょうか文字を作りました遺伝子を勉強してみるとその考えが現れますああこの人はがんにかかりそうだだからがん細胞を殺す物質を生産する遺伝子プログラムを そういう知能がありまた何が必要ですかエネルギーその遺伝子を作動してすることのできるエネルギーを持った存在が創造主です。合ってますかで創造主は考えがあり思いがありそれからエネルギーを持った存在です。 それではそのエネルギーは何でしょうかエネルギーは何であるか分析してみたいと思いますああ。この人はがんにかかりそうだ。そしたらがん細胞を殺してあげなきゃ、うん。この子は幸せにしてあげよう。そのためにはエンドルフィンっていうのを作り出そう。この子はもうこの人はもうご飯を食べる。 消化させなきゃ消化物質を生産する遺伝子を一応消化器細胞に入力しておこうそしてご飯を食べたら何を送ってですかそのエネルギーを息を送って遺伝子をスイッチオンして消化物質を出させて消化させようもし この子が怒って活性酸素が出て遺伝子が損傷されたら DNA の補給物質消防士を生産して遺伝子を再び回復させなければならない皆さんそうしたらその意思はその思いはどういう思いですか 私人間をどのようにしたいという思いですか続けて生かすただもう死ねなくて生きるんじゃなくて喜びのうちに平安のうちに幸せにそれが遺伝子という延期配列という文字を読んでみると現れますか現れませんかそうしたら その創造主という存在はその思いの中に何がありますか愛があります。愛は愛ですがどういう愛ですかこの子はかかる可能性があるうん この肺がんにかかる可能性肝臓がんにかかる可能性もあるそういう言葉はどういう意味ですかこのもう吸うなというタバコを吸う可能性もあり飲むなというお酒を飲む可能性もあるその言葉はどういう意味でしょうか愛は愛ですがどういう愛ですか 酒飲ノたタければ酒も飲めるようにタバコ吸いたければタバコも吸えるように何の自由を与えた愛ですか選択の自由を与えた愛これを知らなければ人々はタイかかタイ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 い,ますか神様はい,ない どうして私はがんにかかったのか神様がいるとしたらがんかからないようにしなきゃ。それは話になりますか、うん、全然話に言葉になりません。それはどういう意味か私はいくらお酒を飲んでも病気にかからないように作った。そのようにこの世の中はどうなりますかめちゃくちゃになるでしょう。 何をしても何を食べても大丈夫ですこの世の中がもう狂ってしまった世の中となるでしょうこの世の中には正しいと悪いことが存在しないこととなるでしょう神様には正しいこと正しくないことははっきりとあります,そうです、ね、ところがそのようなもの正しいものだけが存在するのではなく 正しくないものも存在することができるように選択の自由を与えましたこれは感動的ではないでしょうかだからどうして人をもうそのがんにかかるように人を作ったのかこれは話にならません神様ともう似合いません だから皆さん、こういう、高次元の真理こういうものを真理と言いますが、真理を悟ったら、その真理を知ることが、力となります。ああ、そうか。そしたら私はこれから何、何を選択すればいいのですか、その創造主の思いを、学んでその道を、 歩むことを選択したら神様はその創造主は皆さんの健康を再創造することができます素晴らしい真理ではないでしょうかこれをもっと多くの人たちが知らなければなりません分かりますかこの真理がな,ないのでもう病気にかかると 考えてみてみください私たちの人間よりもっと優れた神秘の高い次元の存在が作ったのは確実ですが人間の知能で治しなさいというので治せません皆さんコンピューターが故障しましたがコンピューター作ったものに 持っていいかないとできませんしかしコンピューターを作ったことのない人にコンピューターを預けたら皆さん今までしてきたことがそうではないでしょうか皆さんもう皆さん作ることもできない人に預けるのです預けたらどうしようもう壊すだけですで壊せてニュースサートに来るのではないでしょうかそうですね どれほど壊されてきても創造主はいつでも再創造再び創造することができますどれほどこういうのを何と言いますかもう本当に気分がいい創造主を信じるということは ただの普通の宗教ではありません。これは私人間というのを深く科学的に分析して探っていきますと想像しゅなしには人間が存在することができないという科学的な現実が目の前に現れるのです。そうではないでしょうか皆さんこう考えてみたことはありますかこのようになると皆さんが 新しい出発点ができたのです。だから皆さん見てください。だからエネルギーがなければなりませんが、そのエネルギーがすなわち愛です。なぜでしょうか皆さん、愛というものは お母さんのネズミが子供のネズミを産むと子ネズミがお母さんのネズミのおっぱいを吸います一生懸命ここを見ますと赤ちゃんがもうおっぱいを吸うときは お母さん、ネズミは何もすることができません。一旦、その吸ったらお腹がいっぱいになったら、もう子ネズミは死にます。寝るとき、お母さんのネズミはこうな舐めたりこうこう、そうします、赤ちゃんを。科学者たちがあるいは、 汚いのもついていないのにどうしてその舐めたり赤ちゃんをするのかそう思いましたところがお母さんのネズミがそのこうするのはそれは母性本能です舐める。 母性本能とは何でしょうか？動物が子を産むと、それほどおっぱいを飲ませ。おっぱいを飲ませる時はもう静かにいて。その本当におっぱい飲ませること。でもう。もうこう。もうもう嫌になっても。こう。自分が楽になりたい。しかしそれほど不便なのに。じっと。 それは母性本能です母性本能をこのお母さんのネズミが自分のお母さんに教育を受けたからそうですか習ったことではありませんただこのようになりますこれを自然になるのを本能と言います本能はだから遺伝子に入力されている創造主の思いですこのようになるとき その赤ちゃんのネズミもよく育ちます。それて、おっぱい飲ませただけで終わりではありません。こう舐めたりします。これがお母さんのネズミがこう舐めないでそのままこう育つのは大多数は死んでしまうそうです。なぜでしょうかお母さんが一生懸命舐めるとき体重がどんどん,どんどん伸びるそうです。だから、 どのように分かったかといいますと、この,その10匹の,その赤ちゃんをその5匹分離しておきました。そのおっぱいを飲ませてから5匹だけ残し、他のところに。その5匹はなめてあげます。正常に体重が増え育ちます。ところが、おっぱいを飲ませて離しておいた。 お母さんのなめることを受けてないのはもう育たないでも死んでしまったりしますなぜでしょうか病気にかかって死んだりしますそれは T リンパ球も弱くそして成長もあんまりしません成長ホルモンが出ませんなぜでしょうか成長ホルモンを生成する遺伝子がスイッチオンになりません なめてあげないからなめたそういうネズミ赤ちゃんを見ると成長ホルモンがたくさんありましたその成長ホルモン遺伝子がお母さんがなめることによってそのスイッチオンにされたということですだから愛を受けたらスイッチオンになって愛を受けなかったらスイッチオフついたのもオフになります だから皆さんがこの年を取りにつれて病気によくかかる理由があるとしたらあります。すべてのものが面白くなくなります。相談。お前らも年を取ってみなさい。もう大したことない。若い時はすべてが新しいです。だから皆さん、年を取りにつれて私のようによくよく勉強したら新しいものが 現れます皆さん、私の講義が昔の講義と完全に違います。どん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 アップグレードがなります。どん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 勉強します。飛行機の中でも勉強し。ああ、そうか。なるほど。そうなると、だん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 エネルギーがそれを木と言います。知ることは木である。気運の木です。 真理を知ること、心理の中に気があるのです。そして、だから皆さんがこういう講義、心理を語る講義を受けたら、自然と力が分けています、遺伝子がパッ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 とつくのです。 だから私が真理をない言,ない言わないで、拍手してくださいと言ったら、皆さん、ここに来ません自分一人でしゃべりなさい。もう荷物もう持って帰らないと。しかし、聞けば聞くほど、皆さんも知らないうちに、皆さんの体の中に消えていた遺伝子がスイッチオンになっているのを感じているので、またつこうと、スイッチオンになろうと思って来るのではないでしょうか。 感じることはできます。それを何と言いますか、感動感動になる遺伝子がスイッチオンになっています。だからお母さんネズミと分離しておいた５匹も後でお母さんのネズミについててあまりにも嬉しくてこうこう舐めます。成長ホルモンがこうて成長ホルモンが出て。 もう消えていたティーリンパクイル遺伝子もスイッチオンになって健康になりこのようになるのです分かってみると愛が遺伝子をつけてあげるエネルギーである3 <laughs> 整理しましょう間違いなく創造主はいます遺伝子 塩基配列の,その文字の配列を見ただけでその遺伝子を読んでみると人間が健康で幸せに命を維持することができるようにがん細胞ができたらもうそれを殺して病気も殺し遺伝子をこらえたら遺伝子が回復されるように全てを準備してくださったのを見るとこの遺伝子の文字塩基配列を作った創造書は 愛であるそしてそして分かってみるとその愛は思いだけではなく同時にその愛は消えていた遺伝子をスイッチオンにすることのできるエネルギーだ。 人が世のに生まれてこれを知らないで死んだら本当に虚なしくないでしょうかだから孔子は何と言ったのでしょうか今朝私が真理を悟ったら夕方死んでもいいそれはどういう意味かと言いますか真理を悟れないで生きる人生は どんなに生きても虚なしいものだ。真理を知って生きなければなりません。皆さんはこの真理を学んでみると、皆さんがこのぐらいはならなければならない。本当に合ってる。これを私が知らないで生きてきた。うわあ、本当にがんにかかってよかった。このぐらいならなければなりません。 そううじゃないでしょうか病気にかからなければここ来なさいと言ったら来ますかそんなおいしくないの食べれない水だけ飲んでどうしましょうどうするかだから皆さん肯定的に考えてください私ががんにかかったのでこの世に驚くべき心理を 悟るようになった本当にありがたい。だから私がんにかかって私よりもっと悪いやつなのにあれはがんにかからないでこういうのは何か知らないものの話です。だから皆さんこの遺伝子が文字であるということを通して私たちは多くのものを 悟ることができますそうですねさてだから見てください最近は科学者たちがある薬を飲ませて遺伝子をついていた遺伝子を消すことができますスイッチオフにすることができます私が スイッチオンになっている遺伝子、スイッチオフになっている遺伝子をお見せしたいと思います。これは遺伝子です。これは明るいですね。ここに遺伝子がありますね。これはどうなっていますかこれはどの状態ですか消えています。スイッチオフになっています。ところが、ここにすぐ。 消えているところは赤い物質が遺伝子に来てついています。あれは何かと言いますと、その,そのついているのはスイッチです。これがついて、オフにするスイッチを押したら遺伝子は消えます。遺伝子は消えてしまいます。それから、行ってしまうと、 離れてしままままうとまたつきます分かりますかかりこういう不思議なだから科学者たちは最近この事実を発見しました遺伝子の塩基配列という構造さえ分かったら全てが終わりだもうと思ったのに構造だけ分かってはなりませんこのスイッチがあってこれがついて 離れたりしながら遺伝子がついたり消えたりしながら複雑な生命現象が維持されています私たちが全く意識することのできない状態で起こっている現象ですだから科学者たちがこれを何と言ったでしょうかこれを見てこれはもうお化けに取り憑かれたような霊に取り付けられたようなものだ それは韓国語でそういう表現を使うのであって英語では英語ではゴーストと言います。霊もう遺伝子の中に霊が行ったり来たりするようだ。英語では The ghost in your gene と言います。あなたの遺伝子の中にゴーストがいる。霊が 科学者たちがそのように説明するしかないという事実が現れています。これは人が調節することのできないものです。誰かが本当に不思議にも調節してコントロールしています。これは本当にもう霊につかれたような現象です。それででアアメメリリカカ有名なアメリカの PBS 教育放送 曲からこのプログラムを制作しましたプログラムを制作して放送しました去年これはオクトーブル16日8時に 放送されました8時夕方8時に放送されるのは一番大事です。本当にいい時間帯。こ,のこれが染色体です。ついている遺伝子、黒いのは消えている遺伝子。Ghost in your genes。人図というのは遺伝子ということです。あなたの遺伝子の中に がこのようになっています。最近の話です。こういう学問をエピジェネティクスと言います。遺伝子の構造だけを研究するのはジェネティクスといって、遺伝子の上位部でスイッチがあって、ついたり消えたりする、そういう驚くべき学問をエピジェネティクスと呼びます。これは遺伝子であるならば、 形上学的なものです。今まで医者たちが追求していきたいのものは遺伝子の構造自体形状科学的遺伝子でした。遺伝子医学も何がありますか形上学的形状科学的遺伝子があります。遺伝子学。だからこの 遺伝子上にも刑事上学的、霊的な状況においてこういうコントロールがなされている。誰がコントロールすることができませんか人間がコントロールすることのできないもの。だからこれは結局は誰のレベルのコントロールでしょうか創造主レベルのコントロールです。こういういいコントローールルているエネルギーが エネルギーが愛というエネルギーです。だからエネルギー、遺伝子は愛の反対方向に行くとき消えます。愛の反対方向は憎しみです。希望ないとき消えます。希望の反対、絶,絶望ですね。感謝するときつきます。なぜならば、愛を受けたら感謝します。 そうですね、誰かが私に善を施したら私たち感謝ですねしかし禅の反対側にいたら遺伝子が消えてしまいますその善の反対は悪ですあまりにも悪なことに合うと気が詰まって気絶してしまいます気が消える気絶してしまいます皆さん考えてみてくださいどこかで 小学生女の子が拉致されて性暴力を受けてもう殺害されましたそれが発見された時そのお母さんは気絶したでしょうかしてないでしょうかあまりにも悪に悪にこうに出会ったらその犯人が その犯人の中にあるどのやつがそうさせたでしょうか偽りの私そういう人が偽りの私が完全に支配している人です分かりますかだからそういう人たちを昔の話ではもう悪霊に取りつかれた。 本当の私と偽りの私はそれを私ではなく何ですか創造主が支配する私があり反対の勢力が支配する私がいるのですだからその反対の勢力は私を殺そうとする勢力であり創造主の勢力は創造主が私の中に作っておいたまことの 私を生かそうとする私を愛する創造主の御心のままに形成されているのが誠にだから昔からそれを分かって完全にこう木が狂った悪霊に取り憑かれた。 と言いますそれが偽りの私がまことの私を完全に征服した状態そうしてみるとだん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 と上がってみると上から創造主の思いと反創造主の思いそれを聖書ではそれをサタンあるいは悪魔と言います 創造の勢力と破壊の勢力があります。これは想像の力は命を与え、破壊の力は死を呼び,呼びます。それで上に登ってみると、命と死の勢力がありますが、命の勢力は創造主から 死の力は反対の勢力から来るのです。これを教えるのを聖書と言います。皆さん、聖書がそういう本です。まあ聖書は私はこれを悟りました。これを千九百八十二年、これこそそういう経験をしました。 それで皆さん、例えば昔の人たちがもっと頭が良かったです。昔の人たちは精神分裂症になったら何と言ってますか悪霊に取り憑かれたと言います。最近はその悪霊とか悪霊はいないとかそれで刑事、上学的レベルは切り捨てて 脳細胞ががせずる、化学物質のバランスが壊れて、そうなった。バランスが壊れて、起こった問題が発生したのは、それは、ケー上学的な問題の結果です。それが原因ではありません。だから皆さんが、この。 脳の構造のレベル以上にいかなければなりません。それは何でかあるかと言いますとテレビがどれほど新品でも放送局に問題があったらテレビが出ますか出ませんか出ません。いくら新品でもそれを理解しなければなりません。私自身はどんな健康でも入る入力する電波がめちゃくちゃです。そしたら テレビも画面も何も出ませんそれで何が弱かったら電気が弱かったらこの間サハリンに行きますとそこは電気が足りなくて電気が暗くなってちょっと消えたり少し吐いたりついたりするのでテレビも <laughs> テレビも <laughs> だから 気が弱くなると、息が弱くなると、雑念がどんどん入ると、すべての体の構造は何も問題がないのに現れる現象はめちゃくちゃです。そういう状態を精神病と言います。そういう状態が憂鬱症であります。少し理解できますかはい。 だから精神病でも体の病気でも違うところありません。だから見てください。科学者たちは最近に来て最近人がこうだと言っています。人が分かってみたらただの肉の塊ではなく 文字の塊だ文字の塊ださてキミヨンスシツさん聖書を持っていますか文字の塊です人は肉の塊合ってますか合ってます 人は肉の塊あってます。それはどこまでも事実です。人は肉の塊だと言ったらそれは間違ったことではありません。どうしてかと言いますと事実そうですから、しかしそれは事実だけであって真実ではありません。この聖書,聖書です。この聖書を手に持ってこれも紙の塊。 と言っっったら合合ててますか、はい、合ってますすかはいそれ事実です。皆さん事実です。わかりますかそうしたら、聖書を見て神の塊と言ったらもう知恵がないという言いますが人肉の塊と言ったらもう知恵がない人と呼びません。しかしもっとも 学んだことのない無学なものです。聖書も文字の塊です。もう人も開いてみると文字の塊です。文字の塊で終わることはできません。文字は何を表しますか思い、意志。だから人は人は結局 誰の意思思いの塊ですか創造主の思いの塊ではないでしょうか聖書も分かってみると誰の思いの塊ですか創造主の神のその意思の塊です。この聖書とこれと少しマッチしてみるともしこの聖書が これを作った遺伝子文字塩基配列を作った創造主が作ったものが人であるならばそしてこの聖書がその創造主の本であるならばこの本の中に遺伝子の話が出るでしょうか出ないでしょうか出ますか出ませんか 出るでしょう出なければ出ないでしょう。出ますか出ませんかどこに出ますかもう全然知らないのにもう嘘ついてますかどこか出るでしょう。そうだと思うでしょう。出たとしたらこれは ものすごい、本当に一致です、素晴らしい一致です。先ほど、ある方、私に聞きました、私に、先生、先生の話を聞くと、信仰は大したものです、その信仰はどこから出たのでしょうかと聞きました。 聖書に聖書信仰は聞くことによるのであり聞くことは神様の御言葉によるのであると書いていますだとしますと信仰は聞くとき作られます皆さんも私の講義をよく聞いていますと信仰が私が治るという信仰が信じる心がどん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 育ちますわかりますか 創造主という存在が間違いなくいるそれでそれが確実になり確実になるほどこの信仰の力が出るのですそうなるほど皆さんの遺伝子はもっと確実にスイッチオンされますさて見てみましょう 聖書コリント第2三章の三節あなた方は私たちの方仕によるキリストの 手紙でありこの聖書というのはおかしな話です。人に、人間に何と言ってますか手紙であり。あなた方は手紙である。どのように現れた私たちの奉仕によるキリストの手紙であり。キリストが創造主であるという話です。この話はどういうことかといいますと、皆さんは、 これは人パオロという方が書いた手紙ですが、これを今日こ,これはもう書かれてからもう1900年前ほどに書かれたものですが、今日私が現代式に変えて言いますと、皆さんはニュースタートに来られた皆さんは、リーサング博士による現れた、 創造主の手紙ですと言っているのです。こう言っているのです。そうです。合ってます皆さんの細胞の中に塩基配列が創造主の文字が書かれているじゃないですか。それ知らませんでしたがリ・サングが教えて皆さんは手紙じゃないでしょうか。 見てください。これぐらいに分かったらすごい。人を手紙だというのは聖書しかありません。もう少し詳しくなっています。この手紙は墨によってではなく、墨で書いたものではなく、生ける神の見た目によって書かれ。この霊というのはエネルギーです。愛です。神の心を霊と言います。だから神様の 思いによってインクで墨で書いたのじゃなくて皆さんの細胞が紙一枚一枚ですがその細胞に何で書きましたか神様の思い神様の愛で延期配列で記録したでこの時代は延期配列という言葉を分からなかったのでそういう言葉を 使ってないなだけですだから英語で言いますとこれもう書かれたものであるいける神の霊によって書かれ石の板ではなくどこに書きましたか人の心の板に はい、心の板に書かれたものであるが明らかだからです。他の翻訳を少し見てみたいと思います。これがいいです。これは墨によってではなくて生ける神様の御霊によって書かれ石の板ではなく人の肉の 心のの板に書かれたものである神様がどこに書かれますか私たちの体の自分の神様ご自身の心を書くことのできる心の板があるということです <laughs> 心の板というのは細胞ではないでしょうかそこに塩基配列を書きました何でもってですか自分の 霊でもって遺伝子あってますか違いますかどういうふうに人間に1900年前にある人が悟って私の体にには神様の霊で書いた神様の心を記録することのできる心の板に私人間というのは私たちのの 人間の体にある神様の心の板に神様が記録した神様の手紙だこれは遺伝子でなくてなんであるでしょうかだからこれはどういう話かといいますと T リンパ球を開いてみますとその中にどういう手紙が書かれていますかがんにかかった場合は私が がん細胞を殺す抗がん剤を全部用意しておいたから必ず覚えておいて私の息を受けたらがんが治るようにしてあげようと書いておいたということです。 ご飯食べたら消化うまくいって健康になさしてあげようと書いているんですそれは遺伝子です合ってますかはい皆さんこの本と私の遺伝子が一致しますかしませんか一致しますだから私はこの本人の著者が私の体を 想像した創造しと一致すると信じているものですだからといった仏教が間違ったとは言っていませんお釈迦様もこれほどのこれまでは悟ることはできませんできなかっただけです知りません私も仏教の 文を本を読んだらこういう内容がその中に入っているかもしれませんお釈迦様は普通の方ではありません間違いなく神様の意思をが分かっていた人です神様の意思を仏と言いますだから神様の心意思を持ったものを生物したもの仏,仏 物者,者と言います。真理を悟った者、それから深く悟った者たちは皆さん、真理の体系がちゃんとなっています。深く悟っていない人たちはもう適当に少しやってもうあなたとあなたとも違う、うそれぞれ違う。事実、私はこう思っています。今、仏教を信じている人たちがお寺にいてお金を置いて、 お釈迦様が来て見るとこの人何やってる人なのあれ何知らないはずですそういうのを教えたことがありませんはっきり言いましてお釈迦様は死んだ後にこれをその高貴なお釈迦様の教えを 宗教化したものです。真理を宗教化したのです。たぶん、最近、イエス・キリストが生き返って、韓国教会に来て、もうこういうのした、今何やっているのかどうして私の名を呼んでいるのだろうそういう状況です。皆さん。 この深い真理は知りません。皆さん、皆さんの遺伝子は分かってみると誰のものですか創造主のものです。皆さんが選択を確実にするならば、皆さんが本当にその選択をなさって、その創造主のものであると信じたならば、信じるならば、創造主は皆さんの遺伝子を再び 回復すすることができますだから見てください証拠をお見せしたいと思いますどこまではまあでも私は科学的に話しているのですイエス天学不信地獄そういうものではありませんこういう余地っ,っぽい真理をあの世にように余ちっぽい 僕。してしまった人たちがあまりにも多いです。見てください。驚くべき事実です。サイエンスニュースというアメリカで発行される。有名な科学雑誌です。これがいつ出たのかと言いますと。 1995年10月21日の表紙です。すべてもう科学者たちが表紙に出るときは驚くべき新しい事実でだからです。驚くべき新しい事実。見てください。Changing sex in middle, middle ocean. 海の真ん中で性が変わる。 海のど真ん中で魚の性が変わるという驚くべき事実を発見しました。性が変わるためには何が変わらなければなりませんか性を決定する遺伝子が変わらなければなりません。遺伝子が変わらなければなら変わるためには塩基配列が変わらなければなりません。そしてもう消えるものは消える、ま、た つくものはつく、そういうのは全部変えな変わらなければなりません。そうするとき、初めて変わります。この魚はオスです。このオスはも,うものすごいオスです。私が尊敬しているオスです。なぜならば、このオスはそのメスを12匹とともに住みます。で私たちは 一人でも大変なのにこれはもう12匹をし引いていますところがそのオスを科学者たちがこうつけたらその12匹のメスの中で一人がオスになるんだそうですこの遺伝子の組み換え 学びましたか学びませんでしたか皆さんそしたらメスが亡くなるってオスがいなくなるとメスの一人一匹がオスになるのが魚の石ですか創造主の石ですか創造主です皆さんの体に病気になるということは創造主の石ではありません それは皆さんの中にある偽りの私の意思でした。わかりますか創造主の意思通りに創造主は皆さんをここまで送りました。どうしてでしょうかどうしてでしょうか皆さんに向けたの創造主の意思は回復です、愛です。皆さんの遺伝子 この魚一匹に生態のバランスが壊れたら創造主がこれに遺伝子をご自身の例で塩基配列を調節して変えることができるのに空人の鳥を見なさい魚を見なさい水の中にある彼らは私たちが遺伝子を組み替えて するのにあなた方は人はどうして顧みないだろうか創造主が意志を持って皆さんをここに呼んでこのようにご自身の意志を私のような足りないものを通して表しているのです創造主の意志は皆さんが回復することです ぜひ皆さん、この創造主の意思を学んでより深い真理を学び始め悟り始めより大きな息を受けて皆さんの変質された遺伝子消えてしまった遺伝子が回復されて回復されることを切に願っています。 優しい神様優しい神様とても優しい私の神様 私たちの祈りに応えてくださる本当に優しい私の神様。 私たちに下さる本当に優しい私の神様